はい、今回は東京の街を散歩してきた様子をお送りしたいと思います。せっかく着物を着ているので着物に似合いそうなところをピックアップして行ってまいりました。ケンが見たいところと私が見たいところいろいろ回ってきたんですけど、やっぱ男性目線女性目線違うんだなっていうことを今回めちゃめちゃ感じました。僕がすごく興味があるのが昭和の雰囲気でしょ、うん、そう昭和30年代ぐらいの雰囲気の街がすごく好きで、もうそういう街を見るとワクワクするんですよ。別にレトロばっかりが好きなわけじゃなくて、うん、新宿のビル群とか、あでもそれはわかる、東京のビル群とか嫌いなわけじゃなくて、うんうん、それはそれで大好きなんです。なので東京に来るともう毎日毎日ワクワクしちゃうんですけど、ね、 まあ、それとは別にレトロな街並みもすごく好き で、 おーおー、でせっかく着物で街を出歩くんだったら、ね、昭和30年代40年代にあったような、うん、オールウェイズ3丁目の夕日ってなるんです、はい、まさにあの時代の雰囲気を残した街並みがすごく好き でそこにね行ってきたんですよ。まあとりあえず順番にご紹介します。まずはママが絶対行きたいって思ったところをちょっと紹介してもらいます、うん、日暮里にある繊維街、今これパンフレットをね、あの商店街のところで配ってたのをいただいてきたんですけど、本当は全部回りたかったんですけど、全部で90軒ぐらい、うん、全部繊維のお店なんだよね。繊維の反物とか売ってるね。要は女性でいうハンドメイドで使えるような小物だったり部材だったり布だったり革だったりでいろんなものが売ってました。ボタンとかもねめっちゃいっぱいあって、わーこれかわいいとか、わーこんな綺麗なのがあるんだとかってちょっとねワクワクして私は見てた状態なんですけど、本当に布地もねいろんな柄がありました。ああこんなところに来たら、自分がもしものづくりするんだったら絶対もう一日いても足らない、もうずっと通いたいぐらいのような街でした。でその中で、まあ、ちょっと購入したものがあるんですけど、まず1点目、龍なんですけど、龍と桜の柄、ここに桜、こっちが龍、ちょっとかっこかわいいって言ったらいいのかな、うんうん、かっこいいのとかわいいが入り混じった、うんうん、布地になってます。長さ的には半襟より若干長いかな、このぐらいの長さです、うんうん、よいしょ、こんな感じで半襟に、あ、ちょっと待って、それかっこよくない？合わせてもよくない？かっこいいかも。これにはちょっとガラガラだから、うん、なのでちょっと、うん、あのおとなしめの柄の、うんうん、着物とかあったら、うん、そういったのに合わせるとこの襟がすごく生きてくると思います、うん、でこの柄の持ってくる位置、例えば桜の方をちょっとメインにしたいなって言ったら桜をこうやって見えるように持ってきたり、あと竜をちょっとメインに持ってきたりってすると全然雰囲気がまた変わってくると思います、うん、これがまず1点と、もう1点は全くさっきのとはイメージが全然違う、こういう柄、うん、うん、赤と紺とピンクと白との模様としてはちょっと波っぽい感じですけど、こういう感じのものです。全然もイメージが違うんだよねこれ。ああ、それもいいね。ああ、めっちゃ良くない？確かに範囲でそうやって遊ぶとすごくおしゃれだと思う。この着物だけで着るのと半襟こうやってつけるのとで全くイメージが変わってくると思うし、これをまあここに差し込むだけになるんだけど、こうやって遊んでも面白いかなと思って。ああ、そうだね、うん、うん、確かにそう、こういうのもちょっとこの、うん、帯締めにしないで帯締めっぽくやる、ね、うん、そう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 、うん、飾りなんだけどちょっとアクセントになるかなと思って、うん、いい、うん、っていうのでちょっと今回この2点を購入しました。映え見てるとねもうどれもこれも欲しくなってしまうから、うん、とりあえず今回は対照的なものではあるけど、自分があこれならつけるかなっていうのと、あとこれって男性も意外といいんじゃないかな、なかなか男性でこういったところまで来る人って少ないかなって、うん、こうやってやったらそう、どう、うん、こうやって今日出かけた方がいい何もでもさ、あのしっかりしてないからちょっとストール感覚になった。あ、ちょっとかっこよくないこれ、ね、逆にこれで、デニムが紺なので中がグレーだから、このグレー結構生きてくるような感じがする、うん、いいね、うん、今日それで、あ、じゃあ俺今日これでいこう。じゃあ、はい、ちょっと突発で決まりました、うん、え、一回こっちもやってみようか。うん、せっかくなんで、うん、やってみる、うん、あ、でもさ、このデニムのさ、逆にこっちとかかっこよくない？いや、色合い的にはグレーの方がいい。うん、ちょっと
ただこのデニムの柄とちょっと似た雰囲気っていうので合わせるっていうことはありかな、うんうん、まあでも色をちょっと赤っぽいところを出せば、うんうん、でもやっぱりこれね中に襦袢とかを着るかして、うん、なんか嘘つき襟、うんうん、あれだけをやってきちんとさせないとモコモコしちゃうんで、うんうん、ぴったりフィットしないからかっこ悪いと思う。じゃあむしろこっちの方が良かった。ストール感覚でやった方がいいわけ、うん、これはピシッとやっぱピシッとやった方がかっこいい、柄を出した方がいいと思う。わかりました。じゃあね、こんな風に遊ぶこともできます。目的が日暮里っていう人っていないと。東京に住んでたら、うんうん、まあそうだね、あるのよ日暮里、うんうん、でも地方からあえて来てじゃあちょっと日暮里行ってみようかってないと思うんですけど、僕おばあちゃんが東京に昔住んでて もう亡くなっちゃったんですけど、うん、まあ当然日暮里っていうのは場所は知ってたんですけど、うん、おばあちゃんが住んでいたにもかかわらず日暮里なんて足を踏み出たことが今回生まれて初めて降り立ったと思うんだ。なるほど、うん、いやいやこれはね本当ねちょっと寄ってみるのもありかなっていうようなとこだったんで、うん、さっきママがご紹介したのが東口のね、はい、日暮里繊維街ってとこなんですよ。で僕が日暮里で行ったのが西口の屋根線って側ね、うん、谷中銀座夜店通り鈴蘭通り、うん、初音小道、うん、であと炊事ベイっていうのを見たんですけど、うん、いっぱい歩いた、まあ、ぐるっと回ってきて多分ね合計でね5キロぐらい歩いたみたいな。もうめっちゃ疲れたもん、うんうん、昭和30年代40年代の初期ではないよね。初期ではない、うん、昭和初期ではない、戦後の日本の高度成長期にあったような商店街、うん、まあ僕が小学校の低学年ぐらいまではあったような。好きな人は多分あーこの雰囲気とか出てくると思うんだけど、まあママは私はあれだって、うん、あ古いな街並みだなっていうぐらい、だから興味がない人はこんな感じだからこう日暮里に行った時に西口は僕はもう目をキラキラさせて見てたんだけど、ママはもう歩き疲れたんですよ。こんなで逆に繊維街に行った時に僕は自分で裁縫とかするわけじゃないんで、はい、逆の立場なんでその布を見ても心が踊らないわけですよ。ボタンとかねいろんなのがあるんですけど、うん、ママはすごい心が踊っててもうね一日中見たいって言ったんですけど、男の立場からするとプラモデルショップが並んでたりとかね。ああそうね。あとは車のジャンクパーツがいっぱいあったりとかね、なんかバイクのマフラーのみたいな、そういうようなイメージなのかなと。僕も好きなごちゃっとしたのあの川のとこだよね。そうそう、なんか東南アジアみたいな雰囲気のさ、なんかぶら下がっててねいっぱい、うん、ああいうの好きだ。あでもねあの毛皮はね、うんうん、あのいいと思う。あ本当、うん、ウサギの毛皮とかさ、ね、あれすっごい気持ちよかった。あれね昔ね電話機の下とかについてた。えそうそう、こう電話機の下に置いとくと見栄えがする。うちの実家置いてあったもんね、ウサギの皮。まあ、そうだから何も加工しなくてもあのウサギの皮だけ買っておいてもまあまあいいかなと思う。で僕がどうしても行きたかったところ、はい、新宿のゴールデン街と思い出を、はい、まあ別にそこで飲むわけじゃないんですけどちょっと行ってみたかった、うん、そう雰囲気を、ね、雰囲気を見たかったんですけど、うん、いやゴールデン街にまずは最初に行ったんですよ。いやあそこで私ちょっと怖い怖かったね。怖い、えここ日本かなって思うような雰囲気で、俺ああいう雰囲気好きなの。ドラマとかでさ、うん、そういう古い街並みをね使ったところ見たことあるけど、そういう雰囲気あれ日本じゃない。思い出横丁はまあ、ちょっと通るだけ通ったんだけど、うんうんうん、まあここはまあ、うん、まあ飲み屋だね、うん、まあそこまでのものじゃないな、まあ、ゴールデン街ほどのインパクトはないな。名古屋もそういう昔からの古い商店街とかあるけど、うん、あのゴールデン街みたいな恐ろしい雰囲気を醸し出してるようなところっていうのはあるのかな。探してみようかなこれちょっと 目線がずれてきたなあとさ谷中銀座でさ、うん、あのたまたま私がお店パッと見て猫の、うんうんうん、デザインを使った商品がいっぱい並んでるお店があって、うん、その中で一番目についたのがこのパスケース、こちら着物を着た猫ちゃんがついてるんですけど、うん、でこっち表面ここに、まあ、カード類トイカとかスイカとか、まあ、そういったものを入れて使っていただけるものなんですけど、すんごい可愛くて他にも5種類ぐらいデザインがあって、まあ、その中でこのデザインを選びました。東京はもう電車がめちゃくちゃ安いんでとりあえずこれに1000円ぐらいチャージしとけばどこでも行けるんですよ。ピッとかざすだけだもんね。ちょっとパスケースがさなくてさ紐のついたこれ
これを急遽毎回毎回ね毎回毎回出してたカードケースっぽいやつを出して、うん、いつも探しながらやってたからマスケース買ったらって言ってたまたま見つけてあかいいじゃん買いました、はい、かわいいから買いましたで最後に、はい、渋谷のスクランブル交差点で YouTube でライブ中継をしてるんですけどでよくテレビで見るよねそこのカメラに映ったシーンを自分の YouTube に流して録画して見てきました、うんはいまあ、ということで今回は東京の街並みをちょっと見て回ったよってお話でしたまたもしよろしければこういうこともどんどんやっていくので今度は名古屋編をやっていきますまたよろしくお願いします、はい、ぜひ見てください。